神経軍は朝鮮民主主義人民共和国公海北道に属する軍。公海北道の北部に位置する、隣接する行政区画は以下の通り。三国時代初頭には、高栗とクダラが争った領域である。クダラの統治下、この地は砂諸骨及び改括骨と呼ばれていた。この地に高栗が勢力を伸長させると、改括骨を改めて、 水谷城が置かれた。統一白木時代、砂諸骨は、新温圏に改められ、水谷城も、県となった。高麗時代、水谷城は、強経権と解消された。朝鮮王朝成立後の1396年、新温圏と強経権が統合され、新経権が編成された。1895年の行政区画再編により、 海上不所属の神経軍となり、十四号が属した。翌1896年に、高海道水圧軍となり、十四号が十四面に改められている。韓国併合後の1914年の行政区画再編では、うさぎ山軍の一部を編入するとともに、面の統廃合が行われた。その後も数度にわたり面の統合が行われており、百三十九年時点で、 公海道神経軍は以下の8面からなっていた。朝鮮民主主義人民共和国成立後、1952年12月に行われた行政区画再編によって、砂島面の一部が水安軍に、村面が谷山軍にそれぞれ編入され、残る部分が新たな神経軍として再編成された。新し経由は旧神経面内に置かれている。 この節の出展2002年10月現在、神経群は一遊二十七里からなる。ありがとうございます。